皆さんこんにちは、パラフです。今日はですね、こちらを紹介していこうかなって思うんですけれども、これですね、何かっていうと TT アーティさんっていうブランドから発売されているレンズです。富士フィルムの X Pro 3っていうカメラを最近ですね紹介したと思うんですけれども、こちら使ってるレンズがノクトンフォクトレンダーの 35mmF1.2 っていうね、すごくいいレンズなんですけれども、早速レンズ沼っていうのにねハマってしまいまして、もうちょっと画角の広い 25mm のレンズ欲しいなって思って買ったのがこのレンズとなっております。でね、まだね未開封なんですけれども、ちょっとね開けていきましょう。はい、箱はこんな感じになってますね。結構ね高級感があるんですよね。でこのレンズなんとですね、お値段が9000円でした。やばくないですか。1万円切ってるんですよ。 TT アーティさんって何それって感じだと思うんですけれども、中国の深センってところで、立ち上がってるねブランドなんですけれども、このメーカーねかなり写りのいいレンズを作っているんですけれども、だいぶね値段がねバグってるというか、いい意味でかなり安いっていうので話題のレンズメーカーとなっています。で今回購入したのが 25mm の F2 なので、これをですね純正メーカーが出していたとしたら普通に5万円前後ぐらいするようなスペックなんですけれども、マニュアルレンズっていうのもあって、ちょっとねコストダウンされてるのもあるんですけれども、にしても1万円以下はちょっとおかしいというところで、話題のメーカーとなっているんですね。で今回買ったのがもちろんね富士フィルムの X マウントですけれども、ソニーの E マウントとか、キャノンのEF だっけマウントとかね、いろんなマウントに対応した製品を販売しているというのも特徴の一つとなっております。でもこの箱から言ってかなりね安っぽくないんですよ。まさかこれが1万円以内で買えてるなんて、思いもしないですよね。そして重量感があります。そしたらね開けていきましょう。お、取扱説明書と保証書がついてますね。しかもなんかちゃんと日本語ですね。そして説明書。うわ、めっちゃ中国語だ。これはすごいですね。はい、こんな感じとなってます。そしてね来ました、これです。レンズ本体、だいぶ小ぶりで可愛いですね。はい、こちらです。これね今持って分かったのが、結構ずっしりとしてるし、かなりね作りが丁寧というか、だいぶいい高級感があります。金属ですね、しかもがっちりしてる。ちょっとじゃあね詳細を見ていきましょう。まずねレンズの見た目はこんな感じ。独特なレンズキャップ、 TT アーティさんって書いてあって、 APS-C25mmF2 ですよって書いてますね。ねじ込み式ですね、こんな感じ。レンズの部分も非常に綺麗ですね。なんかね全然安っぽさを感じないっていうのがちょっと意味わかんないですけど、本当にこれ1万円以下でね売っちゃっていいのっていうぐらいかなり質感がいいですね。あとねデザインも悪くないっていうか普通にいいですよね。しかもこれすごい、キャップもね金属です。これプラじゃない。そしておー、これねフォーカスリング、めちゃくちゃ滑らか。いやこれいいですよ、気持ちいい、滑らか。でここが絞り、なんかねカチカチ音がちょっとぎこちないというか、 なんか違和感あるんですけど、そんなに悪くないかなって感じ。この絞り羽でもねこんな感じで綺麗にこんな感じでギュッと開放したり絞ったりっていうのができますね。ちょっとね硬めですね、この絞り羽のリングっていうのは。でフォーカスリングが非常に滑らか、だいぶいい。そしてこっち側、富士フィルム X マウントと、すごい、ここもねちゃんと金属。だいたいこういう金額帯のレンズってもうプラスチックボディなんですよ。なのにもかかわらずこの TT アーティさんはね金属ボディで仕上げてきてるっていうのがねちょっと信じられないですよね。しかも程よくずっしりしてるし、なんか安心できる感じがします。ただね肝心なのは写りですから、ちょっとこの後ね装着して、で外に行って写真をねいくつか撮ってみたいと思います。そしたら外しましょう。このねフォクトレンダーのレンズはねさすがのクオリティですよ。やっぱり
おお、がっちりハマりましたね。うん、あとねやっぱりね 25mm のこのレンズはかなりサイズ感がいい、とにかくいい。 35mm もねだいぶちっちゃいけど、まあ、キャップとかもろもろつけるとこれぐらい出っ張っちゃうんですよね。結構差はあります。いやいいね。しかもこの X Pro 3との相性が見た目もね抜群にいいです。ただしフルマニュアルレンズなので撮影する難易度はやや高めかなって感じですね。でね、プロ3ね面白いのがここが EVF と広角ビューファインダーでね切り替えれるっていうのがね面白いんですよ。こんな感じで。でこの右下にピュッて出てくるのがちっちゃいデジタルの小窓なんですね。ここを見てフォーカス合わせるっていう感じです。あ、ちなみにこのレンズを使うにはですねちょっとね設定をいじる必要があるんですね。メニュー画面のセットアップからですね操作ボタンダイヤル設定に行って、ここの中にあるこのレンズなしレリーズっていうのをデフォルトだとオフになってるんですけれど、これをオンにしないとシャッターを切ることができませんので、 X Pro 3ユーザー富士フィルムのねカメラを使っている方はちょっとね項目の見直しをお願いいたします。そしたらね撮っていきたいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。いっぱいね作例をご覧いただいたと思いますけれども、はっきり言ってこのレンズコスパが良すぎます。本当にまあねこのパッケージから見ても伝わるこの本気さっていうのはね、非常に素晴らしいです。質感もいい。そしてこのねフォーカスリングが滑らかなのも非常にいいんですよ。あと結構ね近づいて撮影することができるので、なんかねその辺も僕はね使い勝手の良さにすごくね気に入りましたね。こんな感じでね。そしてさすがの F2.0 なのでボケ感がねまた素晴らしいんですよ。あとは結構カリッカリの解像感で撮影することができるので、割とねこのレンズはメイン利用してもいいぐらい9000円と思えない素晴らしいクオリティに仕上がっていました。はい、ということでねちょっと実際どうなんだろうって思いながら購入したこの中国製の TT アーティサンズっていうねメーカーの F2.25mm のねレンズですけれども、まあ、マニュアルレンズではあるものの質感は非常に素晴らしく、写りもね本当に素晴らしいなと感じました。まあねレンズ非常に高いものが多いです。ただこんな価格で買えるレンズがあるっていうのは非常に嬉しいし、やっぱり、ね、手軽に購入できる試せるっていうのがねかなり嬉しいポイントかなと思いました。気になった方はぜひ下記の概要欄に貼っておきますのでチェックしてみてください。このメーカーいろんなミリ数を展開しているので、ちょっとね次も他のレンズ買ってみようかなと思っております。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バラフでした。バイバーイ。